まあ、防制省を、まあ、作って、主なユーザー様は、まあ、自動車メーカーだったり、あの鉄鋼メーカーの、まあ、ホイールを包む自動車部品の、まあ、海外輸送とかっていう場面で多く使っていただいているようなものなんです。そうですね。まあ、こういった形でポリ袋の中にあの金属と、まあ、防制紙一緒に入れていただくと、これで1年から3年あの、ね、防制できます。脱ポリっていう観点からも、まあ、紙ゴミとして処分できますので、 SDGs とかにも即したものかなと思います。まあ、基本的には、まあ、この紙に、まあ、防制剤が染み込んでまして、で、まあ、気化して金属表面に防制皮膜を作るという、まあ、メカニズムです。どちらかというとシリカゲルは数タイプですけれども、まあ、気化性防制紙はどちらか入っているので、入って金属表面に防制皮膜を作っているので、方法としてはちょっと逆なんですけど、今展示しているものは鉄用、まあ、これで鉄、アルミ、サスに対応しているんですけれども、はい。他の金属には他のラインナップがありますので。